こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、ヤフオクの U パックの発送方法、ヤフネコパックとの違いとはというテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょうですけど。ヤフオクで U パックとヤフネコパックですね、両方あることにですね、まあ、気づいて方も多いんですけど、実際にどれぐらい値段がね、 違うかってことをですね、ぜひ紹介させていただきます。はい。えー、まずですね、配送料ですね。えー、出品者様が配送するときは600円なんですね。で、あの落差者がですね、落差者の方が、えー、まあ、あの、配送料ですね、を、えー、払うときなんですね。えー、こちらがなんですけど、ヤフオクで657円ですね。で、えー、U パックだと630円です。 で、これ、60サイズなんですけど、約ですね、20、27円違うんですね。はい。この点がですねあの、非常に違う点です。つまり、U パックの方が安いんですね。はい。なので、あの、発送量ですね、安くしたい方はですね、えー、こちらですね、U パックの方をお勧めします。U パックですね。こちらも安く発送ができます。で、あの、ヤフネコパックはですね、ファミリーマートから なんですけど U、パックはぜひね、あの、メルカリ等のですね、一緒だと思うんですけど、まあ、こちらで見るとですね、まあ、U パックの安いので、ぜひね、あの、まあ、安く発送したい方はですね、U パックのですね、利用していただければいいかと思います。はい。では、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。 登録していた際に、どなたかわからないので、ニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。